山石隊長は日本の実業家である。山石グループの代表取締役を務め、捨てて個体の隊長としても活動する。明石ケーブルテレビの番組、捨てて個体がゆくの放送をきっかけに、捨てて個体を結成し、隊長に就任した。同年、デビューシングル、捨てて個体がゆくを発売した。神戸港川にある一番聖食堂にて、 レコ初ライブを行った。以後、捨てて答えを率いて、ライブ、メディア出演など、音楽活動を行う。翌2016年には、アルバム、サチコをリリース。またそのアルバムにちなんだ舞台を、監督に、福山勲己を迎えて開催。イベントでは乾杯神戸をはじめ、大型音楽フェスにも出演。E.T. キング、モンキーマジック、マーク・パンサー。 ジェームス・オーノダなどと共演。その他、イベントや番組内で多くのタレントと共演している。捨てて個体の楽曲のほとんどを作詞作曲する。また、すべての曲においてメインボーカルを務める。また、ラジオやテレビのレギュラー番組内では、時には喫茶店のマスター、バーのマスター、そして人の話をうまく聞く聞き上手名人と、多種多様なキャラクターを演じ分ける。 ありがとうございます。